スマホ首、放っておくとやばいです。現代人の8割がスマホ首と言われてます。スマホ首になってしまうと肩こりや目の疲れ、悪くなるとヘルニアを起こす可能性もあるんです。今回はたった20秒を数種目行うだけで肩が内側になって猫背になってる状態の解消、首が前に出てしまっているスマホ首の解消ができます。動画を見ながら一緒にやってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、上半身の姿勢の改善ということで簡単なエクササイズを紹介していきます。ほとんどの方がスマホ首になってしまっているんですが、これになってしまうと腹筋をしたら首が疲れてしまう、朝起きたら頭痛がする、そういった様々な不調が実は首にあるんです。この首のストレッチなどを行うことによって改善されるんですが、猫背になってしまっている方はどうしても首が前に出てしまうので、まず根本から改善するために背中を動かしていきます。そうすることでまず内側になっている肩が広がる、ことによって首が正常の位置に戻りやすくなりますので、背中と首セットで一緒に行ってみましょう。それでは紹介します。はい、まず楽に座った状態でスマホは置いてください。背中をしっかり動かすために手は頭の後ろに置いて、肘を後ろに開く感じで肩甲骨を動かしていきます。これをまず20秒です。スタート。閉じることよりも開くことを意識してください。姿勢をしっかり正して肩甲骨寄せる感じです。はい、 OK です。次に手をこういう感じで動かします。スタート。これで肩が後ろに回ってる感じになるので、しっかり姿勢がね、改善されます。こういう感じです。ちょっと肩がね、だるいかもしれませんが、時間が短いので頑張ってください。はい、 OK です。今度は閉じた手を開いていきます。胸をしっかりストレッチしながら背中を動かしてください。スタート。しっかりね、息も吐きながら、ちょっと肩がだるいかもしれませんが、しっかり胸のストレッチをするイメージで手を開いてください。よし、 OK。 次に首を伸ばしていきます。ここの首から斜め後ろに走ってる胸鎖乳突筋という筋肉が硬くなってしまって、後ろ側の筋肉が伸ばされて首が前に出た姿勢になってしまいます。これを改善する方法としては、前を伸ばす、後ろを縮めるっていうことが大切です。しっかり上を向きます。スマホは手に持って上を向いて、ちょっと後ろの方にスマホ持ってって上向いてキープです。スタート。ちょっとね、こっち側の方に置いてもらって、しっかりね、上見る感じで、前がね、伸ばされて違和感ある感じはね、硬い人です。しっかり伸ばしてください。あと少しです。しっかり上向いて。OK です。今のでも結構伸びたんですけども、もう少し伸ばしましょう。今度手は後ろで組みます。片側の手で手首を持つ感じで、これでしっかり、横に引っ張って横に首を倒します。こっち側を伸ばします。スタート。しっかりね、手をこっちに引っ張って、こっちの肩を下げて首を倒します。これすごく伸びますよね。ここがね、ぐーっと伸ばしてください。痛い、すごく伸びますね、ここがね。よーし、 OK。 反対も一緒です。いきましょう。肩を落として手引っ張って首を倒します。片方だけね、なんか痛いよって方はね、結構首のね、斜めに向いてる人も多いんで、硬くなってる証拠です。グーッとね、 OK。 はい、最後は上を向いてイーっていう口の形をして、ここをしっかり伸ばします。これもスマホ上を置いていきましょう。スタート。スマホをね、後ろの方に持っていって、それを見ながらしっかりイーっていう口です。
もし見ずにできる方はね、置いてもいいです。難しいです。 OK、 お疲れ様でした。簡単ですよね。今の数種目を1回やっただけではなかなか筋肉って伸びませんから、定期的にストレッチをする必要があるんですが、目安としては週に2回、3日おきぐらいに動画を見ながらやってみてください。そうすると自然と姿勢が良くなって、胸張った姿勢ができて、お腹もへこみやすくなったり、頭痛がなくなったり、今も初めよりも多分首がちゃんとね、後ろにスムーズに引けてると思います。これをやる前、やった後、分かりにくいよって方はね、動画を見る前に上を向いてください。上を向いて違和感があって、動画が終わった後に違和感がなければ、それはしっかり伸びてる証拠になります。現代人の悩み、スマホ首、これだけで様々な不調が起きてきます。動画を見ながら改善していきましょう。頑張ってやったよ、なんか首周り背中周りスッキリしたよって方は、よかったらグッドボタンとコメントで教えてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。